そういう手なのよ。そう、そう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 。まあ実際 S 線でもしあのスマートフォンナビアシストするんだったら、サインハウスの薄型 の、 あのステーブラケットが出てるから、あれがスイッチの間に入り込めるからさ、あれを使ってリンクで使ってこうやってやるのも手だよね。スマートにかっこよくなるからさ。で脱落防止のやつは中つけてやればさ、スマートな使い方だよね。ハンドルだったらこの辺り結構だあのスペースがあるから、はい、それでできると思うよ、うん、そういうやり方でということでした。ちょっと待ってね、これちょっと遮断をしていくわ。 あと印鑑持ってきてる。あ、ありました。硬いんだ。あんま使わないんだね。はいはい。まずは CBR のこの譲渡書を譲渡するので、そこに印鑑ちょっといただきます。1箇所ですね。あとはこちらの売買契約書の方、4枚ほどちょっといただきます。はい、1、2、3。この CBR、こんなことなんですか？あの、オークション出しちゃう。うん。あと今度、この書類関係です。とうとう、車検のアルバイトになりました。はい、494-61 と。車体番号は輸入車17桁になります、はい、で裏側が自賠責保険、車検を取るっていうのは自賠責があることを陸運局サイトで確認してから、車検が取れるということですので、はい、3年の後は2年ごとという車検になってきますので、はいはい、その前にもっと超スーパーマシンが出たらぜひお乗り換えお願いします。余裕がありました。明日取り無理しますから。いや、 S 線がね、おそらくこの趣旨だと市場に出回ってこないから、はい、中古車が超しのせになってくるだろうから。なるほど。お値段結構強気ですから。売ってやってもいいよって言ってください。いずれは。スタート ETC ですね、はい、出てますんで、はい、そして、基本的なルーティンです。まず初回点検は1000キロでやります、はい、うちあの BMW は1ヶ月って言い方はしません、はい、1000キロでやります、はい、なのでツアーモンだと1日で走ってきちゃう人もいるんだけど、大概が大体みんな1ヶ月ぐらいかかっちゃってるんでやると、基本的にあの点検手数料は無料なんですけど、エンジンオイルの交換はちょっと有料になってしまいますので、はい、よろしくお願いします。1万キロ点検は距離乗ったからエアクリーナーとかスパークプラグのチェックもしないといけないよねって時の点検です。1年点検どちらかっていうと持ってるんだけど距離伸びない、仕事がしか乗れない、でも妙に3000キロは乗ってるからどうしようか、まあ、とりあえずチェックしとくかっていう点検です。なので分解しません、ほぼほぼ。2年点検は車検です。車検の時 の、 あの分解整備記録簿っていうのは今度発生するんですけど、これ 4D もそうだよね。あの車検の時に必要なものなんで、それを発生するものです。メーカーの保証期間内はもし車両不具合があった場合のロードサービスが3年間ついています。はい、はい、連絡先はこちらです。もしその実際実際使った場合はレッカーサービスで、やるということになるんですけど、交通費とかは出るんですよこれ。うん、大概第一報が直接かけちゃう人もいるんですけど、うちに営業時間だとかけてくる人がいるんで、あのそれではあのご案内しますけど、こうやってやります。はい、こっち側は今回保険入ってもらったロードサービスです。じゃあこれとこれの違いは何だと。対物事故です、メインで使ってもらうのは、うん、場合によってね。うん、もちろん自走不能でも両方とも厳密と使えるので、ゴールデンウィーク中で皆さんが乗る時期は集中します。なので大概ちょっと冗談なんですけど、両方とも電話番号用意どんでかけて早くかかる方に依頼します。
レアがこうなってます。この間の時はこっちの勝ちでした。期待差はこっちの方が多いんで、やっぱり ありましたというふうなやり方で、もし自分さんが返してもらえばいいんですけど、分かんなければうちにかけてもらえればうちの方からも手配できます。はい、その時によくうちの方で お伺いするのは、待機場所がありますか、例えばファミレスとかコンビニとかで待つ場所がありますかと。混んでるからおそらく1時間は平気で待たすから、待ちくたびれちゃうからね、暇つぶせるかなと。そういうところをまずお伺いします。直近だとエッジ社の車両 の最新モデルとやってるところを、あのフロライダーの YouTube で見ました。見た、周回路で。はい、見ました。あの最後の3分以内のトーク、すごくためになりました。私本当ですか。ウィングついてます、ウィングレッドついてますよね。失礼します。向こうは高速周回路でもうすでに300キロ出る世界で、もともと高速周回路というのは設計速度で200キロ弱なんですよ。はい、そこをあのスピードで走るわけで、正直結構限界無理無理してるわけなんだね、本当にね。特徴的だったのは BMW は SRR は基本終始安定していて、であちらの方はどちらかというとフラフラ感って、動きやすいっていう方も捉えられるんだけど、一瞬出たことがフラフラしてる。あれ途中 の話の中でウィリーしたらウィンが逆効果になるかどうかの検証がしてたよね。飛行機と同じ理屈で、もともとウィンがついてるっていうのは、飛行機の場合は上に引っ張る力をあの羽で起こして、この重いものを上に上げてるじゃない。逆にで不安とかだとウィングの力で下に、ね、押す力が強くなるわけで、あれ角度が違うと逆効果になるから、で車だとボワーっていっちゃうよね。だそれと同じことは結局その検証、危ない検証だと思うんですけど、やったんですよね。だからおそらく、まあ、結果論から言うとメーカーも当然あのやって品物世に出してるから、一般ユーザーさんここまでやるから一応ここは大丈夫って安全担保したもの出してきてるから一応大丈夫だと思うんですよ。だけど実際最終的なコメントがあの3分以内に含まれてました。同じだから、そうで、じゃあ何を皆さんに目指してもらおうかなって当時よく考えたんですよ。それはまずストリートで安全に乗ってる感をちゃんと出すセッティングに持ってってもらおうか。乗ってる感って何だよって話なんですけど、ラジアルタイヤが出てからなんとなくバイクの方がライダーに勝っちゃってる感じが強いですよね。250クラスだったらいいと思うんですよ。で CBR とかだったら結構スカスカってこう交差点とかで曲がるじゃないですか。でも立体、急に今日から立体マシンになりました、交差点曲がった時に CBR と同じようにすぐ曲がれるかなって話だよね。タイヤのレベルが急に上がっちゃうわけじゃ、300キロタイヤのタイヤ200のタイヤになっちゃうんだから、そう乗せられちゃって、エッセンは確かに買ったことになるんだけど楽しめるかな、300万出していただいて買っていただきました、でも楽しめるかなって、そこの領域を当時からも随分ずっと課題にしたんですよ。はい、200万当時200万ぐらいでしたけどね、高くて、でもそれでも200万も出していただいてるから、どうしたら少しでも 元を取るってことになっちゃうよね。はい、そうどうしたらいいかなって言ったら、まず乗ってる感を出すためにまず動く状態をよく作り出すべきだなと思って、基本的にやっぱり雑誌とかってどうしても皆さん見てバラエティーになってしまうから、やっぱり結論を出さないといけない。必ず例えばドラマでも必ず最後があるじゃない、はいね、最後に向かって物語が進んでいくじゃない。でもそう、うん、まあこんな感じで、ちょっとあと車両の説明しますね。はい、やっぱ愛着はあったんだね。いや、ありますよね。今日から SNRR のもんなんですみたいな。全然聞かないですよ。今まで試乗車としてやってきました。間違って試乗車乗って感じで役に立ってください。土浦ナンバーなんですけど、いや、ちゃんとついてますから大丈夫です。大丈夫です、ついてますから。安心してください。どうぞ。外出番があります。試乗車が並んでおります。来ました。
まあ気をつけてね。まあ、はい、どうも。